か上に逃げても追ってくるから早くはしごを回収しない、そうそう、ちょっと待って、はしご回収しちゃうから。これでよし。ああ、危なかった。てか、いつきちゃん生きてたし、もうダメかと思いました。運が良かったね。私があそこにいなきゃあんたやられてたよ。本当に助かりました。廊下の扉全然開かないし。ああ、あそこ閉まってるね。ちょっと前まで開いてたんだけど、誰かが閉めちゃったんですか？多分久坂先生だと思うよ。保健室にはいないみたいだけど。何の音？見てる、こっち見てる。下いる。下いるね。え、やだやだ。大丈夫、こっち見てるだけ。早く行きましょうよ。グズグズしてると階段の方から回って追いかけてきますよ。そうね、今のうちに距離を取っておこうか。ちょっと、来た、怖い。いや、ジャンプすると思ってたけどさ、あ、転んだ、二人とも。5つ、やばいやばい、来てるよ。なんだこれ、床になんかこぼれてる。何が、何やってんだあいつ。いいから逃げましょう。あ、なんか、はあはあはあ、なんだろう、なんか液体あるのか、なんか弱点みたいな。追ってこないな、逃げ切れたみたい。いつきちゃん無事だったのね。ちょっと心配しちゃったよ。う、ぐず、泣いちゃった。ん、泣いてんの？ いえ大丈夫です。ちょっと怖かったんで。いや怖いよ、あれ怖いわ。駒沢さん引き続きご活躍中みたいですね。うん、まあね。なんかありました？ただの死んでた。ああ、あいつですか。あいつ呼ばわり、先輩じゃないの、ただの。いいんじゃないですか、あんなの殺されたって。いや、あー、結構ひどいね、いつきちゃんね。この前だって、ムクノキ先輩のこと殴ったんですよ。あ、だから、いつきちゃんも嫌いなのか。え、そうなの？先輩は相手にしなかったけど、私なら殺してましたね。いつきちゃん、意外と怖い発言するな。リアルに殺です。リアルに。ちょっと怖いこと言わないでよ。っていうか、ただののあれ、なんか違うんだよね。あれ？いや、体というか、その、死体よ。はあ。あちこちに傷があって、一年の子の時とは違う感じなのよ。やっぱり誰かに殺されたのか、ただのは。あの時は腕とか引っ張られてポロリだったもんね。だったでしょ、腕ポロリだった。あいつのは刺されたみたいな傷がいっぱいで、で吹き抜けのとこであれ、これを見つけたの。うん、ちょっとよく見せてください。詳しいのか、いつきちゃん。血ついてますね。うん、ちょうどこのぐらいのナイフで刺されたような傷だったから気になってる。私じゃないですよ。別にいつきちゃんは疑ってないわよ。なんでです？
動機ありまくりですよ。そうだな。そんな度胸ないでしょ。見抜かれてる、いつきちゃん。やるときはやる人ですよ、私。まあ、あるとすれば、いみべくんだと思うけどね。ムクノキ先輩も、無実です。だって先輩ならそんな刃物必要ないし、強いのか、そんなにあいつは。だろうね。だろうね。あれだけいじめられてるんだから、犯人はイミベ君しか考えられないですよ。私もそう思います。同じこと言った。私もそう思った。恨むのはわかるけど、殺しちゃうなんて恐ろしいやつです。まだ決まったわけじゃないよ。もしそうだったとしても、私は責める気ないな。人殺しですよ。いや、まあそうだけどさ。それよりあんたどこ行ってたのよ。体育館で隠れてるんじゃなかったの？そうだよね。あ、そうだ、先輩探さなきゃ。隠れてるつもりだったんですけど、化け物が入ってきちゃったんです。そうだったんだ。よく無事だったね。ムクノキ先輩も一緒にいたんですけど、逃げるときにはぐれちゃって。いたんだ、ムクノキ。で、先輩を探してたらまた化け物に見つかっちゃって。で、吹き抜けのとこに追い詰められたわけだ。そうなんです。駒沢さん、ムクノキ先輩見てないですか？いや、ここんとこさっぱりで。私も、ムクノキが調べた情報欲しいんだけどね。やっぱり先輩を私が助けなきゃ。あいつ、どうかしたの？どうしたの？あいつ。逃げるときに怪我とかしたかもしれないし。大丈夫。そんなヘマするやつじゃないよ。そうか。でも慌てて逃げたから心配なんです。駒沢さんもムクノキ先輩を助けてください。うん、ま、大丈夫だって。ところで私もいろいろ調べたんだけど、松浦先生が昔もこの学校にいたって話聞いたことない？そんなことより先輩探さなきゃ。いつきちゃん全然聞いてない。うん、そうなんだけどさ。ちょっと、先輩、きっと私のこと探してる。え、いつきちゃん？今度は私が助けなきゃ。なんか変な正義感が生まれてる。おーい、全然聞いてないよ、いつきちゃん。私、先輩探しに行きます。また別行動ですか、これは。一緒に探しに行こうよ。あ、行っちゃったよ。はてな。とりあえず、いつきちゃんを追いましょうか。いつきちゃんはどこ行っちゃったかな？教室？ちょっと、カバンを一応調べとこう。何もない。ていうか、完全にもう、化け物、入ってきてるじゃんね、これ。でもさっきなんか廊下になんかが塗ってあって化け物が足止めされてたってことは、その塗ってあったものをまた使うのかな、戦闘するときに。戦闘するかどうかわかんないけど。図書館だと猫の血のぬるぬるを包丁につけて変な化け物を退治してたけど、またなんか違う液体を使うのかな。大教室。
あ、なんか入れた。なんかどこ入ったかよく分かんなかったけど、ここどこ？あ、ここ技術室か。あれ、確かここナイフが置いてあったような。私の勘違いか。いや、ここのナイフがね、使われてたよね、さっきね。これなんか化け物が出てくるホラーな感じがしたけど、もしかしてサスペンス的な要素も入ってんの？でもこういうなんか化け物が殺人をしたりすると、人間が誰かを殺しても分かんなくなるよね。なんかどさくさに紛れてみたいな。そんなどさくさ嫌だけど。これさっき化け物いたとこだ。もう調べられない。どこに行けばいいの？何にもヒントが何もない。とりあえず端から順番に調べてみて。上と下どっちだろうな、これ。上から行こうか。てか草加先生とさよは大丈夫なのか。給湯室。このアングルがさ、怖い。先が見えないって。こう進む方が見えないのって嫌だわ。保健室。どこ行ったんだよ。ていうか誰でもいいから、誰でもいいから誰かいてほしい。ここはなんかある？何にもないね。あれ、全部調べたけど何にもなかった。ということは外か。どこだろう、外。体育館じゃない気が。あ、でもいつきちゃんだから体育館かな。ちょっと体育館行ってみよう。旧校舎。図書館。あ、こっちか。あ、来たー。お、ユーだ。あ、イミベくんかよ。間違えた。もうみんな似てるかわかんない。あら、イミベくん。怖いな、イミベくん。犯人候補、イミベくん。イミベくん、てんてんてん。一人。
はい。あれからどうしてたの？逃げてました。逃げるって化け物から？それともただの？両方です。そう。でも片方はもう必要ないね。てんてんてん。ただの死んだよ。知ってた？乱暴者がいなくなってよかったじゃないですか。めっちゃ嫌われてる、ただのくん。そうかもね。さっきもか。でもあいつ化け物にやられたんじゃなくて誰かに殺されたのかも。てんてんてん。なんかね、ナイフで刺されたような感じだったよ。てんてんてん。君はどう思うかな。てんてんてん。知らない。知らないか。黙秘か。僕はそんなの知らない。どう思うか聞いてんのよ。知らない。あ、怒っちゃった。死んでたんならあの化け物の仕業に決まってるじゃないですか。やばい、イミベ君犯人かな。やっぱり逃げた。あ、これはイミベ君を追えばいいのかな。待て。今気づいたけど、本当だ、なんか漏れてるっていうか、なんか塗ってある。ここ あれは一体何なんだ。先に急行車行こう。意味で。職員室かな。あれす、イミベくんじゃないですか。ええ、ちょっと待って、腕なくないか。ユウかよ。イミベくんとユウの違いが分かんないよ。まだ息あるの？いつきを助けてやってくれ。嘘、ゆう死んじゃうの？さっきすまない。え、マジで？ゆうは最後まで残ると思ってた。嘘、ゆうそんなだし、私一人でどうすりゃいいのよ。まさかのユウがいなくなった。何これ、結構みんな生きてると思ってたんだけど。
ていうか、いつきちゃんが危なくないか。